キリタンの一口台湾事情。さて、突如始まりました新企画第1回の話題は、改名です。昔の動画で、スシローの鮭を無料で食べたいために、何百人もの台湾人が名前を変えることを紹介しました。ですが、改名の規模にしては、何万人が名前を変えた日本統治時代は桁違いでしたね。台湾人を日本人化させるために、言葉、名前、生活などを日本の習慣に沿って変えようという公民化運動が行われていました。だとすれば、当時の台湾人はみんな日本名を持っていたと思いがちですが、実際はそうでもありません。日本統治時代末期の1943年に、すでに12万6千人が改名したといえど、わずか台湾人の 2% くらいを占めていました。なぜ改名の人がこんなに少なかったですか？答えを知るために、まずは日本が台湾で実施していた同化政策をざっくり見てみましょう。日本が台湾を統治し始めた頃、インフラの建設、病の退治、ゲリラーとの戦いなど山積みの問題で、すでに手が回らなかったので、同化政策に尽力するどころではありませんでした。日本の統治に従えればいい、日本人になれ、とまではいかないでした。そして第一次世界大戦後、世界に民族自決の風が吹き始めました。いわゆる各民族が、自らの意志によって、その運命を決めるという風潮ですね。世界中に民主や独立を求める運動が次々と起きていたあの頃、台湾総督府も台湾に反抗運動が起きることを恐れて内地延長主義を唱え、日大融合を掲げていました。日本語教育や日本式生活の推進をはじめ、様々な面から台湾人の生活を同化し始めました。そして、1930年代後半、日中戦争勃発をきっかけに、戦時体制下の動員需要が生まれました。それを満たすために、内地延長主義は公民化運動へと発展し、日本化が一層積極的になりました。今回は改名だけに焦点を絞りたいので、内地延長主義や公民化運動を深掘りしません。ご了承くださいね。さっき言ってましたが、1943年にわずか 2% くらいの台湾人が日本名に変えていました。つまり、約四半世紀にわたった同化政策の中で、改名はあんまり重視されていなかった、もしくは推進したかったけど、失敗に終わった、とのことですね。現在の研究によりますと、原因は両方かもしれません。日本名に変えれば、昇進や進学、戦時中には配給が多く得られることなど優遇がなされるけど、逆に言えば、台湾に住んでいた内地人の既得権益を奪うことになりかねません。ですから長い間に、改名には厳しい制限が設けられていて、心底から日本式の生活を過ごす覚悟を示した人しか許されませんでした。1940年1月、陳海英なる人が、英泉英一に改名したいことが、却下されました。英泉は中国大陸の地名、その人が祖先の出身地にちなんで、この名前を選んだと思われています。そうだとすれば、心がまだ大陸にすがっていて、日本に対する愛国心が足りていないため、改名は許されませんでした。また、林さんが林田、唐さんが遠山、江さんが江川、江島に改名することも、こっそり中国語の名字を残したいとみなされていて、却下されたことがあります。1940年12月頃になると、公民化運動により、改名の制限が大幅緩和され、中国語の名字にちなんだ改名も許されるどころか、むしろ積極的に進められることになりました。この時代の代表的なものが改名参考書でしょう。すべての中国語名字に対応するいくつかの日本語名字を提示し、改名意欲をかきたてる本です。名前の選び方は、主に中国語名字との読み方が近い漢字から選ぶか、中国語名字を分解して、同じ構成部位を持つ漢字から選ぶか、もしくは、中国語名字から連想できる漢字から選ぶことです。例えば、林さんには、林田、林原、小畑、玉木、森山、森川を勧めていました。劉さんには、止めた、止め山、止め岡を勧めていました。唐さんには、冬木、霧田、筒井、住田、住川を勧めていましたとか。しかし、どんなに改名を進める政策が出たとしても、昇進や進学の必要がある場合を除いて、改名したい人は依然として少なかったようです。やっぱ名字を捨てると、家族や民族に対する裏切り行為と思われるのが大きいです。総督府が強制的に改名させなかったのも、強い抵抗を招きかねないと予想してたでしょうね。そして、改名した人々は戦後、また元の名前に戻させられました。ちなみに、ウプヌシのおばあさんによりますと、英語の授業で英語の名前を付けられるみたいに、日本統治時代当時は、日本語の名前に変えてなくても、便宜上日本語の通名を持っていたそうです。おばあさんは、美智子と呼ばれていたらしいです。とは言うものの、あくまでも学校で使われているくらいの役割、それ以外は、普通に中国語名で生活していましたね。今回はここまでです。この新企画は、今後も台湾に関わることを手短に紹介していきたいと思います。あかりさんとついなちゃんの解説動画については、日本語での会話経験がほぼ皆無のウプヌシは、なかなか思うように会話を組めずに頓挫しています。ふさわしい機会があれば、また出番を与えたいです。それじゃ、バイバーイ。